さあ到着いたしました。こちら芦別カナディアンワールド公園途中にあるホテルでございます。星のふるさと芦別、その名にふさわしい芦別スターライトホテルでございますね。これは2年前にも、泊まったホテルなんですけども、リピートということになりますね。さあ早速チェックインして中に入りましょう。さあというわけで到着いたしました、チェックインいたしました、スターライトホテルの中身でございます。これまだ2年前のルミナスダイアリー本編ご覧いただくことない方もいらっしゃいますので、まずはこのホテルについて簡単にね、ご紹介させていただきます。まずこの芦別スターライトホテル、実は芦別温泉が併設されているところでもあります。もちろん、宿泊者も泊まることができるようになっておりまして、日帰りで入ることもできるようになっております。ね、岩陽泉っていう温泉でございましてね、美肌の湯とも言われるものらしいです。そして宿泊者の方はアメニティを、5つ自由に選ぶことができるらしいです。あ、こっちにあるんだ。たくさんありますね。さあまずはね、このアメンギーをちょっといただいていきましょう。さてどれにしましょうかね。マスク、スリッパ、おお、なんかいっぱいありますね。まあ、とりあえずね、目につくものをポンポン取っていきましょう。まずスリッパでしょ。あとはこの美容液とかね、いいんじゃない。うん、はい、というわけでいただきました。じゃあ部屋に戻りましょうかね。で部屋、まあそんなに大きいホテルではないんですけども、結構、中身はしっかりしていて Wi-Fi も効いているホテルです。部屋はそんなに広いっていうわけではないんですけども、でも、一人で宿泊するには十分な広さでございます。まあちょっとカメラを置くのが難しいっていうのはありますけども。さあでは早速温泉の方へ向かいましょう。温泉ね、結構遠いんですよ。1階から降りてこのまま通路をまーすぐ行くと、途中で自販機コーナーとコインランドリーがあります。コインランドリーはともかく自販機は通常の値段なので結構良心的なホテルでございます。で、さらにまーすぐ行くとゲームコーナーがあります。ゲームコーナーはね、基本的にプライズメインになりますんで、よくある、筐体とかゲーム系の筐体はないので、あ、庭にパニックとかあった、いいじゃない。ま、プライズの内容は、ってとこですね。で、そこからさらにまーっすぐ行くと、はい、到着でございます。芦別温泉でーす。清遊館って名前だったかな、確か。こちらの温泉の最大の特徴は、なんといってもこのロビーの、豊富なフリースペースね、いろんなところでくつろげたり漫画読めたり、設備も、しっかりと整っているのが特徴です。そして何よりもね、宿泊者も多分入ってる人もそうなんですけど、フリードリンクがあるんですよ。このフリードリンクがね、さあなかなかよろしいんですよね。実際の、まあ実際に温泉に入ってみると、結構硫黄の匂いが、してきます。まあ足と登り別ほどではないんですけども、あとは中身は、結構古いものをどんどん回収していっているっていう感じがします。で、なので入りやすい温泉ではありますし、結構広い、スペースもあります。あとね、この泡風呂がね、結構泡が大きくてね、個人的に好みシャボン玉だから。そして温泉に入ったらこのフリードリンクをいっぱい、
まあ、オレンジジュースは、まあ、どう見ても果汁 100% ではないのは分かりますけども、まあ、でも、しっかりと温泉入って、上がった後の水分補給にはちょうどいいです。うまい。まい。もう一杯。もう一杯？いや、違うな。もう一口ですね。さあ、温泉入ったら、あとはね、飯のタイムまでちょっとブラブラするんですけども、ちょっとね、スカイプの方で仕事の指示が入ってきたんで、まあ、それまで、飯の時間まで仕事してましょう。